はい、皆さんこんにちは、ワンダルギルビーチです。では今回は信長の野望大志、トレジャーボックス限定シナリオ大志繚乱の真田幸村プレイ続きをやっていきたいと思います。でですね、前回伊達政宗と開戦してですね、3つの城を、確保したというところになります。じゃあ確保した城ですね、見ていきましょうか。まずはこの渡城ですね、それと丸森城で、最後にこちらの古宇利西山城の3つの城を伊達から分取ったわけなんですが、伊達の方は、兵の回復が早くてですね、上級というのもあるんですが、難易度が上級というのもあると思うんですが、兵の回復が早く、すでにですね、1万近い軍勢を集めているというところで反抗してくる恐れがあります。なので、それに先駆けて、一旦講和、停戦ですねの使者を送ってますので、その結果をまず見守りたいなというところと、あと画面の上部に出ているですね、お金、あとお米、兵糧ですね、この辺りがかなり厳しいので、いずれにしてももう継戦は不可能、戦争続行は不可能なので、一旦兵を収めて戦争状態を終わりにしたいなというふうに思っています。ですので、まずはそこからになります。では、まずですね、武将が入っていない、3つ取った城ですね、そこに城を、いや、武将を入れていきましょう。3人入れていきたいんですが、まず大助を入れておきましょう。最前線には我が息子、大助、幸村の息子ですね。それに、そうだな、作兵衛をつけておけば間違いないでしょう。あと山田ですね。この辺りは、どちらかっていうと、どうでしょう、大河ドラマ「真田丸」にかなり影響を受けた武将たちが集まっているなっていうところになります。かしこまった。で、丸森城の方には誰を入れようかな。小高に人が集まっているっていうのはあるので、小高から人を出すのが一番良さそうですかね。あとは二本松から二本松以外の人たちを出してあげて、二本松で固めるというのもありだな。分かりやすくていい。そうしましょう。で、西山城にも同じく人を入れていきます。そうだな、誰を入れていくかだけど、相馬残して青田、あとはこの辺りを入れておきますか。内記は手元に残しておきましょう。そうですね、この辺りでいいかと思います。かしこまりました。これで一通り武将は全部入ったので、よしとしてですね、内政ですね、どうしてもお金不足、兵糧不足を解消していくために進出をかけていかなきゃいけないんですが、それにしてもお金がなさすぎるな。いや、今回はもうすでに進出済みだからだな。そうしたらですね、今度はもうこの後一旦兵を引く予定なので、ざっと各城から足軽を半分ぐらいにさからしいこまりました。払い下げしましょう。払い下げというか、もう雇用をやめちゃいましょう。これ以上雇っていてもね、お金が全然たまらないっていうね、厳しい状態が続くので、一旦武将の数、足かし軽このまりま数をした。減らしてしまって、できればですね、ちょっとこの後お話ししますが、足軽の農兵、足か軽し農こまり兵まじゃしなた。くて精鋭農兵ですね。精鋭農兵を少し増やしていきたいなと思いますんで、かしこまり表彰までしはた。主に軍事系ですね。軍事系に重きを置いた提案を採用していきたいなと思います。で、お金をどかどか貯めていって、貯めたお金で兵糧を買い、戦争に備えましょう。で、蒲生との交渉だけど、ここは兵糧を譲ってくださいっていう話なんですが、軍馬5000そもそも持ってないんで、どうにもならないな。で、最上はというと、最上も同じく軍馬500。この流れは佐竹も500、5000だな、きっと軍馬。そうですね。
どれもダメか、しょうがないですね。おっと、ここで伊達政宗がやっぱり攻めてきましたね。ここは講和の使者がどうなってる。講和の使者が先についてくれればいいんだけど。よし、講和の使者入りましたね。講和を受け入れようということで講和の使者が入ったんで一旦戦争回避できましたね。よかった。危なかったですね。今戦争になってたらかなり厳しかったですね、正直。これで一旦戦争回避できたので、とはいえ内々には戦争準備をしておきましょう。先月の終始です。おそらくですね、他の大名家も今はことごとく兵糧不足に陥っているんじゃないかなと思うんで、かしこまりました。かしこまりました。そうか、まだ帰ってきてないね。こう戦災を逃れるために退位していた人たちが帰ってきてないんで、ちょっとそれらの人々が帰ってくるまでは、まあ正直歩兵は難しいかなという感じですか。なのでそれ以外のできることを着々とやっていきましょう。あと親善しておくとしたら、まあ伊達、どうしようかな。種宗のところに使者を送ってもね、伊達と政宗と戦争してるのに種宗のところと親善するっていうのもな、まあ気持ちの問題ですけどしっくりこないんでやめましょう。そうすると今できることは何もないので、タンを送っちゃいましょうか。かお米を買っておくか、いや貯めておきましょう。丸森城も人々が戻ってきましたね。で西山、氷西山城も戻ってきたんで、一通り人は戻ってきたかな。で鈴木は豊臣に滅ぼされましたということで、少しずつ動きが出てきていますね。報告いたします。先月の終始です。まあ、兵糧不足、軍馬不足をいかに早くね解消していくかなんですが、おお、北ちゃんやる気がないかなと思ったら頑張ってくれてるな。まあ弟を殺されてるからな。商業14で、船尾は商業18で、いわきは全体的に高いね。ちなみに他の人たちはというと、まあ微妙だな。軍事はね上げていきたいなと思うんですけどね。今回軍事が誰もいない。そうするといわきではなく、軍事9欲しいんでこっちを採用しましょうか。これにて表彰を終わります。策がございます。一つ考えが。銀山の証券上昇ですね。もう一つ田村からは、港がある証券の成長が早くなる賞を提案してきてくれています。銀山は確かね領内になかったかなと思うんで、港もね確かなかったかなと思います。なので優先するのは、そうだな、今の中だと高速行軍は入れておき、行軍ですね、入れておきましょう。その他は今すぐ欲しいものはないかな。大名発言欲しいですけどね。まあどちらかというと精鋭農兵まで持っていきたいんで、そうなるとあと軍事が、農兵の徴用が45、その後精鋭農兵まで55なんで、合わせて100、今軍事が5、画面の一番上に施策力出てると思うんですが、左から農業が34、商業が38、軍事が5、論議が26なので、精鋭農兵までは100必要のうちまだ5しかないので、あと95貯めなきゃダメですね。ちょっと先が長いな。まあ、そしたら商業の進出をしておきますか。ここは無難に
というか忘れずにって言った方がいいかな。ちゃんとやっておきましょう。でそろそろお米を一回買っておきましょうか。ありがとうございました。ありがとうございました。上杉景勝と柴田勝家が先端を開きましたね。報告いたします。先月の収支です。戦争が始まる、あるいは始める3ヶ月ぐらい前に農兵なり何なりを集め出したいんで、そうなると兵糧が入ってくる9月以降に戦争を仕掛けることになりますね。それらを見越してまだまだ、集める必要はないかな。なので戦争が始まる前は一旦兵を返しちゃいましょう。返しちゃいましょうってちょっとなまっちゃいましたけど、この辺りも兵を一旦2ヶ月かけて2ヶ月で戻る量分ぐらいは削除しましょう。2ヶ月分は削除。かしこまりました。で兵糧が入ってきたら一気に3ヶ月間分の兵をかき集めるっていう作戦にしようかな。ちょっとねせこいですけど、それくらいやっていかないとちょっとねこの財政難は乗り切れないかなっていうところなので。かしこまりました。でもう運用上一律決めてしまえばいいですからね。ここに関して言うとちょっと兵が少なすぎるんで逆に集めておこう。あらかじめは相馬中村もまあこのままでいいかな。ちょっと兵が少ないぐらいですからね。結果あまり変わらないっていうね、変なオチになっちゃいましたけど。まあ兵はいる時に集めるっていうのが一番いいんですけど、ただすぐには集まらないんで、こちらから戦争を仕掛ける計画があるんであれば、その計画のねちょっと前に兵を集め始めるっていうのが良さそうですね。で逆に敵から攻められる恐れがある時はもうそれを見越してあらかじめ兵をかき集めておかないと、攻められてから兵を歩兵しても遅いですからね。報告いたします。先月の収支です。ご命令を。さあでは今回はどうしようかな。生産性が下がっているとはいえ種まきもしておかなきゃいけないし、かしこまりました。土作りでもしとく。小高ではで、あとは忘れずに進出ですね。もうこれを忘れるとね、結構収入に直接影響が出てきますからね。郡西山城はちょっと兵をあらかじめ入れときますか。少なすぎますね、今入ってる兵の数が。350じゃ何もできないからな。せめて1000から1500ぐらいは入れときましょう。表情始めるとしましょう。今回は特にみんなひどいですね。やる気がなさすぎるだろう、いくらなんでも。当家の行く末話し合いましょうぞ。よき考えだな。軍事系が全然だな、誰も彼も。なるほど、これにて表情を終わります。こう期待している戦闘系のものが全くダメですね。獲得施策力増加賞、これはすぐにでもやりたいな。いけるか、どんくらいできるか確認しましょう。あとは城下町支援ですね。柴田家の豊作、城下証券収入増加中、これもやりたいですけどね。軍事が15必要なの、今じゃ手が出ないな。で施策強化はできるね、やりましょう。北ちゃんの提案ですからね。ねだ
忘れないうちに郡西山城は兵をちょっと集めておきましょう。で、ここまでですね、僕は PS4 版とこの PC 版両方プレイしてるんですけど、操作に関しては正直言うと、まあ、個人の好き好みはあると思うんですが、 PC でマウスでやる方がやっぱり信長の野望はやりやすいですね。全然、まあ、もちろん慣れの問題とかもあると思うんで、まあ、人によっては PS4 版の方が操作しやすいよとか PC 版の方がいいよとかっていうね、個人の格差はいろいろあるかなとは思います。さあ、では今回はお金がある程度まとまってあるので、兵糧をガシッと買っちゃいましょう。ありがとうございました。で、鉄砲は、鉄砲はちょっと買えない、高すぎるな。510で3000もかかるの、これは無理だな。あ、兵糧しかも売却しちゃったじゃん。全然違うことしたよ。もったいないことしたな。とはいえ買い戻しましょう。すぐに、すぐにね。お金は幸い少しずつ入ってきてるんで、まあいいか悪いかは別にして、ミスってしまったんでしょうがないな。このまま、兵糧が入ってくる秋以降まで動きがなければ、まあ、逆に助かるといえば助かりますね、雪村としては。ただ正宗が何を考えているかわからないんで、ちょっとね、正宗の動き確認しておきましょうか。ご命令を。まずは案外できるところ、治水が下がってるところがあれば治水やっときましょうか。まあ30とか下回ってくると危ないかなって感じですよね。ただ30を下回るようなところはない。まああるとすればここかな。ここで案外しときますか。で、あとは商業ですね。もう忘れずに商業だけは最優先でやっておきましょう。で、あとは政宗の思惑はどうなってるかというと、雪村は我らに歯向かいしこと食いるがやい。かなり恨んでるな。恨みが深そうなんで見なかったことにしましょう。報告いたします。先月の収支です。表情始めるとしましょう。さあ、また北ちゃんがやる気を一気に出してくれてるんで、あとは武勇系が欲しいんですよね。軍事系か、軍事系、軍事系優先でいきましょう。と言っても今回も軍事は12だけか。表情終わります。まあしょうがないですね。商業論議が上がってるって感じかな。で、越後流リュング軍学が入ってきましたけど、今やりたいのは大名預けにする。さすがに雪村だったら軍事系上げてくれるんじゃないかなって期待感ありますからね。やっておきましょう。あと農業系で考え支援、まあ今思えばやっとけばよかったな。さっきねちょうどやりましたもんね。で、あと牧畜支援にも入れとく。牧畜はね、馬産地がありますからね。ああ、でもその結果結局軍事が全くたまらないっていうね、なんともな感じになっちゃいましたけど。で、あとは行動増加入れたいんで、75まで商業は貯めましょう。我慢してすぐね目先の利に走ってしまうんで。そしたらまた米を買いましょう。ありがとうございました。で、鉄砲も、520に鉄砲買える。鉄砲買っときたいけどな。ちなみに軍馬は810か。今軍馬800
600でしょ。どっちかっていうとやっぱり鉄砲の方が欲しいんで、鉄砲を買いましょう。ありがとうございました。まあ、着々と戦争準備が始まってますね。報告いたします。先月の収支です。で、証券の進出はバリバリ進めていきます。これもね、行動回数増やしてもっと効率よくお金を手に入れていきたいなっていうところなんですけどね。ありがとうございました。で、政宗の方はというと、完全に1万5000の兵を集め切っているな、集め切っているんで、我々としてもそろそろ戦争に向けて歩兵をかけていきましょう。9月の収穫が終わったこの時に一気に歩兵をかけて、戦争準備に入りましょう。ここは三好小吹6等級の茶道具ですね。これ茶碗ですかね、朝鮮茶碗の大名物。秀吉や金森に、金森を経て三井家に伝わったと。もともとは長吉が所有してたんですね。だから三好小吹っていうんですかね。報告いたします。先月の収支です。さあ、米が入ってきたので、ここからは、まあ、ちょっと申し訳ないけどね、容赦なく歩兵をかけていきましょう。で、その前に忘れないうちに内政ですね、まあ、ここはもうおまじないのようにやっておかなきゃいけないところですので、やっておきます。かしこまりました。あとは、米の収入が少ないところは開墾しておきたいんで、結局収穫量を上回るだけの浪費、農兵は雇えないっていうのがあるんで、しっかりね、そこはその城自体の収穫を増やしておかないといけないっていうところになります。3ヶ月のギリギリいっぱいのところまで、兵を歩兵していきましょう。おっと、ここはこんだけいけない、いけるのは兵糧収入が1079なんで、ここまでかな、ここまでですね。その分じゃあちょっと足軽を入れておきましょう。かしこまりました。これもやりすぎた、やりすぎた。収入がここまで落とさないとダメかな。まだダメ、1200でしょ。ここまで落とさなきゃダメか。ここまでですね。いやー、思ったより兵集まらないな。もうちょっと大々的に集めたかったな。これも行き過ぎだね。800だからここまで落とさなきゃダメだな。もうちょっと減らさなきゃダメか。ここまで減らして収入が1030で、収入が1030じゃもうちょっと落とさなきゃダメですね。これでいけるな。まだダメ？ちょっと待ってくださいね。兵糧収入が1036で1400だからもうちょっと下げなきゃダメ。ここまで下げなきゃダメですね。そうなると小高でもうちょっと
増やしましょう。お金が厳しくはなりますが、これでいいね。で、完了したら宣戦を布告していくので3ヶ月待ちましょう。12月年の瀬まで待ちます。北条と井伊が、さらに上杉と正幸が、謙信と正幸って言った方が分かりやすいかな。まあいろんなところで先端が開かれてるね。やっぱりこの9月になってお金が、兵糧が入ってくるなり、各大名家みんな一気に宣戦を布告するっていうね。報告いたします。先月の終始です。表情始めるとしましょう。さあ表情です。ここはまずいわき、あとは作兵衛でしょ。他がちょっと微妙なんだよな。求めてる軍事系が全然増えてこないね。お聞きください。で、馬山証券収入上昇ですね。これはすぐにもやりたいな。牧産地ありましたからね。英才教育、黒田家で豊作、英才教育なるものが取り行われたそうだということか。英才教育ちょっと興味あるな。見てみましょうか。その前に牧畜支援やる？できないけどね。今英才教育は家臣の成長上昇が高まると。なるほどね。開墾支援はやっとこう。農業はね、減っても構わないというか今求めてないので、商業と軍事系ですね。もう繰り返し繰り返しになっちゃいますけど、このあたりは。では商業の進出をしておきます。他進出してないところあるかなっていうところなんですが、一通り進出できるところはほぼほぼ進出が済みつつありますね。取引を行いましょう。仰せの通り兵糧を買っておきましょう。ありがとうございました。今後の戦争のために。小早川が毛利家に宣戦布告っていうのもなんかね、面白いな。で、柴田勝家の鬼柴田発動。これは報告いたします。先月の終始です。もう一ターンかかりますね、兵が集まりきるまでに。そしたらもう未進出のところはいよいよないかな。あるね、福島証券があるんでここに進出をしておきます。さあ次のターン、いよいよ再び伊達に攻めかかろうかというところになりますね。まあ、各国ね、動き始めてますからね。まあ、この流れに乗り遅れず伊達政宗家を一気に壊滅に追い込みましょう。報告いたします。先月の終始です。ご命令を。まずそしたらですね、先に内政を済ませちゃいましょう。費用度が下がってるところには日巻きを行おうというところですね。で、あとは忘れちゃいけない証券進出。ただもうこれは本当にほぼほぼ進出してきてるんで、やっぱりね、次進出かけるためにもしっかりがっつり取引を行いましょう。伊達政宗を食い破りましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。この上でになるんですが、宣戦布告していきます。伊達に対して宣戦布告。真田の軍略味わうがよい。で、蒲生氏郷、最上義満、そして佐竹義重、いつもの包囲網ですね。で、この上でということになるんですが、援軍の要請ですね。まあ、各国に援軍の要請をもちろんしていきます。あ、ちょっと待ってくださいね。その前にだ、肝心の誰がどこにいるかっていうのを見極めておく必要があって、山形城には義満が入っていて、米沢城には氏郷が入っている。これいつも通りですね。で、佐竹はというと太田城に義重、よし、
この3人が出てきてくれないと正直合戦はかなり厳しいんですよね。雪村以外の家臣団はちょっと厳しいというか弱いって言ってしまうと語弊があるかもしれないんですが、弱いんで、米沢、でここは山形城ですね。これで行軍を行った時にどれだけの軍勢が集められるかというところになってきます。でもちろん決戦は理不尽で決戦をしたいんで、理不尽で決戦をした場合の想定の戦場は仙台か。なるほど。これを見ると政宗の方は兵数1万5000、うん、で守り側の戦況が有利になるわけだな。こうなると、そうなると理不尽ではなく、どうだ、他の城、明城とかに行くとどうなんだろう。明城はそもそも行けない。どこに仕掛けるかな。けど決戦の予定地がどこになるかだな。まあ理不尽はできれば回避したいんで、氏里が来てるけど義重が出てきてない。なぜだ、確認しよう。義重がいないなんてありえないぞ。義重には是が非でも出てきてもらわないと話にならないんで、これで佐竹義重隊が3900で兵数が27600。ただ少し兵糧に不安が出てくるね、やっぱり。なんで一戦のもとに明星を取って接見して一気に兵を返しましょう。出陣コード返しで、同時に交渉でまたいつもの拒否というか到底飲めないものになりそうですが、兵糧をちょっとずつでもいいんで、分けてもらいましょう。兵糧を分けてくださいと。まあ、ただねこれ兵糧を分けてくれてもいいと思うんだけどな。変な話、かしこまりました。さあこれで一大決戦に及びましょう。兵糧の減り方が尋常じゃないからな。鉄砲戦を譲渡したいけど鉄砲戦持ってません。蒲生家も金銭7200持ってません。鉄砲戦持ってません。持ってないんですよ。持ってたらねいくらでも差し上げるんですけどね、正直言っていくらでも差し上げるんですが、持ってないものはどうしようもない。お、雪村が出てきたな。雪村はさすがに合戦系だね。であとは合戦系を優先したいんで、まあこの辺りになりますかね。これにて表情を終わります。お、兵団管理が入ってきた。兵団管理早く持っていきたいな。兵団管理まで一刻も早く持っていきたいけど、ちょっと今回のターンは行動増加ぐらいしかできなそうですね。行動増加、まあただ大きいんでやっておきましょう。でその上でになりますが、ちょっとでも兵糧が欲しいので買います。ありがとうございました。でその結果投資なり何なりができなくなっているんじゃないかなっていう疑惑があるけど、どうだ、この先はもうちょっと進出できるところはないかな。新しく進出できるところ残ってますかね。ちょっとなさそうですね。ないんでちょっと今回は無念ですけど、一旦、スルーします。それとも独占する。いや、そもそも独占するお金がないであれば一旦見送りましょう。今回は重要な商業を見送るっていうね、これが吉と出るか凶と出るかというか、まあ見送るしかないんでしょうがないんですけどね。
竜騎兵発動してきたな。金が全くないな。軍馬3000もないんだよ。ないんだよ。ないんだよ。しょうがないな。兵糧が底をついた。ついたとはいえ、一度兵を挙げた以上はもうどうしようもないんで、合戦を挑みましょう。これ早々に決戦挑まないと話にならないな。報告いたします。先月の、いやー、金がないわ。金がないだけじゃなく兵糧もないっていうね。いや、致命的だな。まずは最優先で兵糧を買いましょう。390だけだけど。で、あとは交渉で継続とかってできるの？婚姻同盟持っていくしかないのか。まあ、とりあえず今は大丈夫でしょう。今はお金もないし何もないんで、このまま力攻めのもとに明星城を落としましょう。いざ参る。己を信じて前へ進め。取り囲め。ここで決戦だな。さて、かなり厳しい戦いになりそうですが、ひともみにしてやりたいな。まあ、こちらが押されてるよね。ここはもう味方は兵糧が残ってなくて士気が下がっているという状況なので、全軍突撃で一気に決しましょう。短期決戦で踏み潰すしかない。まあ、あの全軍突撃になると命令が一切出せないんで、見守ることしかできません。行くぞ。政宗の首を狙うしかないっていうね。政宗の本陣はあそこか。敵の居所が分かりました。見つけたぞ。射抜け。まずは春宗だな。やりたい。前へ。売られた喧嘩だ。買ってやるぜ。引っかかったな。やりたい。前へ。敵の居所が分かりました。さあ、政宗が出てきたんで、政宗をまずはしっかり撃破したいな。まだ大使ではその調略的なものが実装されてないんで、戦場での裏切りとかをね、あまり気にする必要がないっていうのは大きいですね。射抜くのです。放て。手加減できるほど器用じゃないんでな。掴んだ勝機逃しはせぬ。奥の手じゃ見せてやる。奥の手じゃ見せてやる。我らの勝ち揺るがぬぞ。鬼吉重の槍望むは。鬼吉重出たね。これ本当強力なんですよね、鬼吉重は。よし、ここから命令が出せるようになったんで、まずは壊滅寸前の部隊はもうどうしようもがないので、耐えてもらうしかないというところですね。で、その他の部隊は何をするかというと、基本的には攻撃態勢をする。この策で出し抜いてくれよ。お覚悟願う。まあ、こちらが複数で戦いに挑むっていう感じですかね。覚悟しろ。いざ参る。六門戦の旗を掲げよう。
覚悟は良いか。命令してくれ。さあ行こうぜ。まあ、なんといっても政宗の軍勢を敗退させて改装させて戦局を一気にこちらに傾けさせたいですよね。この戦これで終わらせる。仕方ねえ、一旦引くか。仕方ねえ、一旦引くか。いかんな。放て。いざ参る。六門戦の旗を掲げよ。覚悟は良いか。始めるぞ。参ります。覚悟は良いか。確実に政宗を逃がさないことが重要なんで、策がございます。そのために動きましょう。4体で囲んで政宗をもらっていくぜ。徹底的に叩きましょう。で、政宗をゼロにすれば、その時点で戦いは終わりますからね。敵の居所が分かりました。政宗を逃がさないというのが重要です。射抜け。また楽しもうぜ。で、今完全に政宗を囲むことに成功がしましたね。これ政宗を孤立させた敵側のミスでしょう。とっておき食らわせてくれるわ。この策で勝てるはずだぜ。この策で勝てるはずだぜ。始めるぜ。あとはキタちゃんとかが配送しないで耐えてくれれば政宗包囲網がここでもできるっていう形になりますね。引かせはしないぞ。ここで政宗に逃げられないことが重要ですからね。逃げられるか。政宗を始まったばかりだぜ。結構政宗逃げが早いな。始めよ。策がございます。手を打とう。始めるぞ。手を打とう。みんな政宗を追うというのが基本的な戦略になりますけどね。戦術かな、もうここまで来ると。策がございます。こちらも甘くはありませんよ。策がございます。どれ、稽古をつけてやるとしよう。さて見つぶしてやるぜ。さあ政宗を望むは貴様か。この一撃貴様にかわせまい。これにて幕とさせていただこう。息のね、止めてくれよ。キタちゃんが回想ね。一旦引こう。宇治里も回想か。押してるだけにもったいないな。放て。吉光も回想か。ここに来てもったいない。本当にあと一押しなんで。宇治里もダメか。大内貞綱が追えるかどうかだな。あとはで、その他の部隊の指示は、まずは何はともあれ、全軍はただひたすらに政宗の首を求めましょう。政宗を撃つ、それだけだな。まだ戦局は押してるんで、この後この状態を維持しつつ政宗を追う。一撃で沈めてやろう。これにて幕とさせていただこう。この戦これで終わらせる。政宗はあそこで壊滅させられなかったのかな。惜しかったな。完全に足止めさせられてるもんね。今一度戦おう。
よし、北ちゃんが宣戦復帰したね。一度引くぞ。で、敵は回想させた。鬼義重の槍、望むは貴様か。で、鬼義重だよね。この鬼義重半端ないんだよな、強さが。なんで多少こうなったとしても鬼義重はどうしても使いたかったんで、まあ今回はね、遠くから来てもらった分、少しいい兵糧の消耗が結果的に激しくなってしまったというのはあるんですが、それでもそれほど鬼義重強いんですよ。鬼義重の強さ半端じゃないからな。さあ、みんな政宗の首をただ一つ狙いに行きましょう。もう一部隊改装させることができれば、その時点でこちらの方に完全に戦局が傾くかなっていうところでもあるんで、政宗がダメでも春宗、ただちょっとこの先どうなるかわからないんで、できればやっぱ政宗をね完全に、亡き者にしたい。我が策、お聞きくだされ。我らが力、紙幣を使って鬼義重は臨戦。北ちゃんは間に合わないか。いや、これ雪村が改装すると戦局がまたガラッと変わる可能性があるんで、そうしないために政宗の息の根をここで止めたいんだけどな。難しいかな。雪村が改装する可能性があるんで、佐田綱先生、よし、鬼義重決めてくれ。義満も戻ってきたね。うわ、ここで雪村が回想か。これなんだよね。もうあと一歩っていうところまで来てるだけに。お聞きくだされ。命令してくれ。ご命令を。まだ宇治里が戻ってこないか。雪村がまだまだかかるね。策がございます。始めるぞ。一撃で沈めてやろう。息の根、止めてくれよ。戦はこれからだ。よし、宇治里が戻ってきた。あとは雪村も不釈神明を持ってるんで、志で割と早く戦線に戻ってきてくれるはずなんですよね。鬼義重の槍、望むは貴様か。鬼義重が、お聞きくだされ。おお、今ただひたすらに、いや、鬼義重本当に強いんですよね。鬼義重がいるだけで全然変わってくるんで。始めるぞ。で、北ちゃんはちょっと厳しいかな。戦局はまだ未だ有利ではあるものの、少しずつこちらも押され始めてるんで、ここは政宗をやっぱり討ち取る、壊滅させるのが一番先決だな。雪村がもう少しで、宣戦復帰してくれるね。なんで残りの部隊でひたすらに政宗の部隊に殺到しましょう。してくれ。さあ、行こうぜ。で、次のターンで雪村も宣戦復帰するはずなんで、これで少し楽になるかな。よし、雪村が宣戦復帰。敵の居所が分かりました。やりたい、前へ。叩き潰せ。さあ、とはいえもう一押しなんで頑張って。いざ参る。始めよ。この策で出し抜いてくれよ。我らが意地見せてくれようぞ。策
がございます。手を打とう、覚悟しろ。ゲチよ、始めるぜ。いや、鬼吉重本当に一度も改造することなく本当に奮戦してくれてるな。このまま行けばきっとそのまま奮戦してくれるな。我らが力示すは今だ。さて、まあ味方の損害も大きいけど、まあここで伊達軍に壊滅的なダメージを与えておけば2つ3つ、いや2つの城は取りたいな。よし、やっと政宗撃破だな。味方もだいぶ兵が減った上にこの後兵の逃亡が発生するでしょう。その上で2つ城が取れるかどうかですね。でこちらの豊に応じないものは処刑します。政宗の力をちょっとでも削ぐ。死ぬなんざ、まっぴらごめんよ。で、春宗捕らえたね。まあ、ただこちらになびかないのであれば春宗も処刑。行くぞ。さらに理不尽に進軍して理不尽もこれを接収しましょう。兵糧が全くないっていう中ですけどね。まあここで兵糧をちょっと買いましょう。またちょっとしか買えないんですけどね、お金ないんで。誰かが出奔したな。まあ、金がないんで出奔せざるを得ないよな。俸禄が払えませんからね。ご命令を。足軽の雇用をやめたいけどな、今やめられないよね。はい、というわけでですね、貧乏状態が続いていますが、時間がだいぶ長くなってしまいましたんで、一旦ここで終わりにして、理不尽攻めは、次回続きをプレイしていきたいと思いますので、ぜひぜひ続きもお楽しみにしていただければと思います。というわけで、今回はここまでにしたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。